皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます <laughs> え。マイク・ポンペオ国務長官のツイートを機械語訳で淡々と朗読するシリーズなのですが、今、日本時間で1月14日の23時59分なんですが、今、ツイッターを除いたら、投稿の間隔が今までは30分間隔だったんですけど、ちょっと、 縮まってます。この時間が縮まる、感覚が縮まるというのが何か意味があるということを聞いていたので、意味のないようはわからないんですけれども、とりあえず今の時点でのものをご紹介したいと思います。それでは始めます。2021年1月14日22時ちょうど、アメリカファースト。 1>, 1月14日22時30分中東で最も活気に満ちた寛容な民主主義であるイスラエルと提携するために私たちがこれほど多くのことをした政権はありません1月14日23時12分最初は民間人としてイスラエルに行きました妻のスーザンと息子のニックと一緒に 第四次中東戦争の戦闘現場を見学しました。1月14日23時30分。アメリカにはイスラエル、そしてイスラエルの人々よりも偉大な友人はいない。1月15日、0時、深夜0時ちょうど。アメリカは多くの自由の国です。それが私たちを世界で最高の国にしているのです。 退社後も、その自由を確保するために全力を尽くしていきます。フォローしてください。アットマーク、マイク、ポンペオ。そして、私に加わってください。アットマーク、M, I, K, E, P, O, M, P, E, O。以上、取り急ぎ、ここまでです。何かが起こっているような気がします。それでは、また。